ゆっくりレ夢ムと、ゆっくりマリサだぜ。相変わらず木星はでっかいねー。まったくだ。太陽系最大のガスは惑星の縄立てじゃない。かわいそうなのが木星の衛星だね。あまりに木星が大きいから、存在感がないったらありゃしない。おいおい何を言ってるんだ。それぞれかなり特徴的だし、特にイオなんてすごいんだよ。ほほう。ちょっと興味あるかも。よし、なら今回は木星の衛星、イオ、について、いろいろと解説していこうと思う。それじゃあゆっくりしていってね。さて、まずはこのイオって衛星がどんな天体かって話になるんだけど、レ夢ムはどこまで知っている？名前だけ。じゃあ1からだな。イオは木星の第一衛星で、4つのガリレオ衛星の中で最も内側を公転する衛星だ。ガリレオ衛星？もはや説明不要のイタリアの自然哲学者、天文学者、数学者である、ガリレオ、ガリレイによって発見された。木星の4つの衛星のことを指すんだ。星の衛星の中でも群を抜いて大きく、ガリレオ手製の低倍率の望遠鏡でも、見ることができたそうだぞ。当時でそれだから、今だって結構簡単に双眼鏡で見ることができるんだよ。双眼鏡で？となると相当大きいんだねー。発見が1610年と古いからな。今の技術なら余裕だ。なおガリレオ衛星の中では3番目の大きさになるぞ。直径は 3643km、木星の中心から421,700km の距離を公転しているんだ。太陽系の衛星の中で4番目に大きく、また最も高密度ということで色々と注目されやすいな。ふむ。ちょっと話それちゃうけど、ガリレオ衛星以外の5番目以降の衛星ってどんなの？結構大きいの？ガリレオ衛星は大きなもの順で言うとガニメデ、カリスト、イオ、エウロパになるんだけど、それ以降は極端に小さくなるし、驚くほど知られてない。ちなみに5番目はアマルテアって衛星になるけど、4番目に大きいエウロパの直径が 3121km であるのに対し、アマルテアは最も長い一辺で 250km なんだ。つまり、5番目以降は惑星っていうよりちょっとした小惑星レベルってことだね。まあその解釈でいい。だから、ガリレオ衛星しか知らないって人の方が圧倒的なのさ。なお名前の由来は、ギリシア神話に登場する女神イオだそうだ。なるほど。そんで、人工衛星とかは飛ばしてないの？じゃあ順番に話そう。イオを通過した初めての探査機は、パイオニア計画のパイオニア10号と11号だな。それぞれ1973年12月3日と1974年12月2日にイオ付近を通過しているんだ。次は1979年のボイジャー計画による2つの探査機1号と2号。1995年はガリレオ探査機だ。2000年にはカッシーニ。2007年にニュー、ホライズンズが冥王星とエッジワース、カイパーベルトに向かう途上で、2007年2月28日に木星系を通過の際に遠方からのイオの観測が行われたな。2017年以降はジュノーによるさらなる観測と、ハッブル宇宙望遠鏡による観測も行われているぞ。がっつり観測されてる感じだね。ってことは、結構色々と分かってるんじゃないの？イオの表面とか温度とか、地質活動とかもろもろ分かってたら教えてよ。じゃあ今から触れるけど、それが同時にイオの謎やら面白い特徴になるから、なかなかの聞き応えだぞ。いよいよ今回の核心だね。さて、どんな天体なんだろ？やっぱり最初に言っておきたいのは、イオが太陽系内で最も地質学的に活発な天体であることだ。どのくらい活発なの？実はこのイオ、400個を超える火山が存在しているんだよ。いくつかの火山は硫黄と二酸化硫黄の噴煙を発生させているって話だ。400。大きさ考えたら、みっちり火山って言ってもおかしくないじゃん。もしかしてイオの表面って、溶岩でずっとドロドロの灼熱地獄って感じなんじゃ。地球の火山を想像しているみたいだが、ここの場合はかなり異なる。いくつかの火山は硫黄と二酸化硫黄の噴煙を発生させているために、表面の大部分は硫黄と二酸化硫黄の霜で覆われた広い平原となっているんだよ。だから黄色っぽい見た目なんだ。でも赤かったり白かったりもあるけど、あれは何なの？同じく火山活動によるものだ。イオの火山噴出物と溶岩流が表面の様相を大きく変化させ、その結果、いろんな色彩を生み出してるみたいなんだ。これらの多くは、硫黄の同素体と硫黄化合物だそうだぞ。どの色銅とかあるの？特徴とか。赤、白、黒、緑など様々だけど、黄色から茶色、赤、黒に至る色の変化は、硫黄と一酸化硫黄が作り出しているみたいだ。これは温度によって色が変わるんだけど、最も温度の高い部分は黒になるな。黒でどのくらいの温度なのかな？おそらく硫黄の溶岩だと思われる。その場合は1700度から2000度にも上るぞ。溶岩湖もあるそうだぜ。へえ。でもさ、どうしてこんなに派手に地質活動があるのかな？山もあるみたいだし。この極端な地質活動は、木星と他のガリレオ衛星であるエウロパ、ガニメデとの重力相互作用に伴う。イオ内部での潮汐加熱の結果って話だな。重力相互作用？実はイオって、木星の衛星の中で最も木星側。つまり、最も内側を公転している天体なんだよ。そのため、潮汐力の影響を受けやすく、それにより内部が摩擦力で熱されたことによりこうなったそうだ。近くに木星はあるわ、他の衛星もあるわでいろんな影響を受けてるってことか。そういう経緯だからか、噴火が起こった際の濃煙の高さは、最大で 500km に達するとのことだぜ。500km って、もう生命とか絶対無理だわ。生命は無理でも、木星はしっかりと支えてくれているみたいだけどな。何それ？どういうこと？この火山活動によって生成される物質が、イオの薄く不完全な大気と木星の磁気圏を作り上げているのさ。火山で出た何かが磁気圏って何なの？実は木星って、その磁気圏がイオの薄い大気からのガスやらダストやらを吐き集めていて、その量は1秒あたり1トンにも及ぶと考えられているんだ。はい？それが何の役に立つのさ。イオの火山活動に起源を持つと思われるイオン、原子上の硫黄、酸素、塩素、原子上のナトリウムやカリウム、分子上の二酸化硫黄と硫黄、塩化ナトリウムの塵が、木星磁気圏内のプラズマの質量の、なんと9割を担う。主要なプラズマ源となっているのさ。木星の磁気圏を形作る上で、重要な役割を果たしていると言えるだろう。磁気圏を作るとか維持とかのために、イオの力を借りてるってことになるんだね。でもさ、いくら近くても、42万 km 以上離れているんでしょ。よくその距離にあるものを吸っちゃうな。木星の規模を考えると、別に不自然でもなんでもないけどな。伊達に太陽を除く太陽系一じゃないさ。まあね。あ、そういえばイオの大気動向の話してたけど、成分は何になるの？薄いとも言ってたけど。じゃあ次はそれだな。イオには地球の10億分の1ほどという、ごく薄い大気が存在するんだけど、成分はその9割が二酸化硫黄。つまりは、化学式 SO2 の無機化合物となっている。人間には？毒、呼吸器を刺激し、咳、気管支喘息、気管支炎などの障害を引き起こすから、イオには住めないぜ。ってことは、薄くても毒まみれってことか。やべえ天体だった。火山もドッカンドッカンだし。改めて考えると怖い天体と言えるな。そんでイオの大気って、ごく最近までよくわかってなかったんだ。なんで？火山活動が活発で、そこから二酸化硫黄の噴煙が出たんでしょ？ある程度想像できるじゃん。そこまではわかってるさ。そうじゃなくて、それが直接火山から吹き出したものか、あるいは地表に降り積もって凍りついた物質が、太陽光に温められて昇華して大気に混じるのかが不明って話だよ。ああ、そういうことね。そんでどっちだったの？カリフォルニア大学バークレー校の研究チームによると、まず解明のためにイオが太陽光を浴びている時と、木星の影に入って暗くなった時の大気の変化を、アルマ望遠鏡による電波観測で調べたみたいなんだが、宇宙って、太陽光がある場所とない場所じゃ極端に温度が違うもんね。まさに零下10って話だ。で、イオが木星の影の中に入っている時は、太陽光が当たらないので、非常に低温になり、二酸化硫黄はイオの表面に氷となって蓄積する。まではわかるな？うんうん。影になるとキンキンになるから、それは仕方ないよ。となるとこの間、大気中に見られるのは火山から直接供給された二酸化硫黄だけになるんだよ。つまり、直接吹き出したやつ。正解だ。そんでさらに研究を進め、イオの火山から吹き上がる二酸化硫黄と一酸化硫黄のガスをはっきりと捉えることに初めて成功し、この観測結果をもとにさらに研究を進めた結果、イオの大気は30から 50% が、火山から直接供給されているものであると見当がついているんだよ。すごいなぁ。大気を調べるだけでもとんでもない苦労だよ。でも最大で 50% ってことは、他にも成分があるってことだよね。それは何になるの？塩化カリウムだそうだ。二酸化硫黄や一酸化硫黄が検出されない場所で塩化カリウムが検出されたそうで、これにより火山が異なるとその下のマグマの組成も異なることも判明したのさ。そんで、その火山を起こすのが木星やら他の衛星やらによる潮汐力と繋がってるんだね。つまり、木星もイオもどっちもいないとままならないってことだな。いい関係じゃないか。だね。それにしてもさ、火山がそんなにたくさんあって噴火しまくってるなら、天体の内部とか、一体どうなってんのって話になってくるよ。マグマだらけだったりして。冴えてるな。実はここ近年イオの近くの下に、深いマグマの海が隠れていることを示す研究が発表されたんだ。まあ、その可能性は十分に考えられるよね。いつもどっかんな上に、それが大気の成分の大多数。木星にも影響を与えてるってなると、多少のマグマじゃどうしようもないし。確かにな。実際これまで、なぜこれほど多くの火山が存在し、溶岩はどこから出てくるのか、ってのは、長らくの謎だったんだよ。今回はそれの解明がされつつあるって感じだよ。で答えは？待て。今回の研究は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の惑星物理学者、クリシャン・クーラナ氏と、そのチームによるものなんだけど、同チームは NASA の宇宙探査機ガリレオが1995年から2003年に、木星の軌道を周回し、その間に、IVOを含む木星の各衛星へのフライバイを繰り返した際に収集した、データの分析を行ったんだ。それによると、IVOのマグマは地表から約30〜50km 地下の、地殻とマントルの間の層に存在するってことが分かったんだが、一般的にめちゃ熱い場所だよね。別におかしなところはないけど？ところが、マグマの層は厚さが少なくとも 50km あり、最大で 320km に達する可能性もあるそうだ。それは大規模なの？大したことないの？比較対象がないからわかんないや。マグマってのは、マントルにかかる圧力が減少したことで溶融したものであって、マグマたまりはあっても、層と呼べるものは存在しないぞ。あくまで、マントル、だ。でもその言い方だと、320km のマグマの層って相当やばいね。やばいな。だからこそ、木星をフォローできると言えるんじゃないだろうか？それは言えてるよ。そんで、そのマグマを作ってるのが潮汐力ってことだから、結局ここだって、お互いが協力し合った結果ってことだもんね。上手にできてるんだね。だな。加えて、ドロドロしたマグマの海は、摩擦熱を起こすにはうってつけの環境みたいなんだ。潮汐力をさらに効率的に活かすとか。ほんと、天体も生きてるみたいだよね。まあ、IVOがなかったらなかったで、木星はまた別の維持をするか異なる惑星となっているなどで、また違った顔を見せるんだけど、少なくとも、現在の木星を作り出すにあたって、IVOの力は、絶対に欠かせないと言えるだろうな。持ちつ持たれつってことだろう。きっと、エウロパとかも欠かせない何かがあるんだろうね。てかさ、これでIVOだけじゃなくって、木星のこともかなり調べられるでしょ？今後の展開はどうなってるの？ディスカバリー計画として提案されている2021年打ち上げ予定のミッション、IVO、ってのがあるぜ。おお、それでIVOを徹底的に調べるんだ？2026年から開始する木星周回軌道でのミッションにおいて、複数回のIVOのフライバイを行うことが計画されているから、これで新たにわかることも多いはずだ。そんでさらに、まだあるの？めっちゃ頑張るね。欧州宇宙機関が主導する木星氷衛星の探査計画、JUICE、ってのがあるな。それもIVO目的？いや、JUICE はIVOをフライバイする予定はないんだけど、木星周遊段階では強角カメラなどの搭載した機器を用いてIVOの火山活動をモニターし、表面組成を測定することが予定されているな。これはもう楽しみだね。木星のこともかなりわかりそうだよ。まったくだ。衛星一つと侮ることなかれ、だな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録・高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。